冷静に考えると小鳥の言う通りすごいことだよね。その前に風鈴児童学園にいた同士だったの。うん、だから私たちは数年越しに奇跡の再会を果たした幼なじみ同士のカップルみたいなものなんだよ。止まらなくなるくらい。サトルくん、ありがとう。大好き。コーヒー入れるね。実感湧かないけど、でももちろん小鳥との約束は果たしたい。そのために3回も3年生やってたくらいなんだし。でもね、そのね、私の未来はもう小鳥についていければそれでいいっていうものじゃなってて、つまりどういうことかというと、ね、小鳥も分かってくれると思うの。もう2年も留年しちゃったんだから、もう1年くらい。悟くん？